酒はなく、苦味だけを伴う会合とは実につまらぬな。もうじき我を巨領に送る頃だろう、軽減。同盟の法は厳守されるべきもの。残念です、師匠。あなたたちは巨領ではなく玉殿へと送られます。この件を元帥に報告したところ、重刀将軍が興味を持ちました。十方公営北海を張って先に二人に会おうとしています。軽減よ、相変わらず他人の采配を崩そうとあがいているのだな。我々も運気軍も帝宮の将軍たちも皆神の番に置かれた駒に過ぎぬ。我はもう定められた運命の道を歩むのに飽きた。だが構わぬ、お前ともう少し歩んでみるとしよう。いずれにしろ結末は変わらない。我は勝利する方に立つ。ならばこの対局最後までお付き合いいたします。待て渓流、去る前に俺への報酬を忘れてはいないか。試したであろう。傷口が増えるだけで、それ以上助けにはなれん。お前の不死身はそう単純なものではない。人間の剣で不死なる紳士の肉体を殺すことはできぬ。この点については運命の奴隷からも聞いたと思うが。ああ聞いた。だがそれでもお前は俺に一振りの借りがある。お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵に対してのみだ。渓流、お前の教えを今ここに返そう。この時を大事にすることだな。我が刹那の死を与えてやろう。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように。あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢はいずれ覚め無双する。でお前が初めて俺に剣術を教えた日に戻ったかのような。王政が打ってやった武器を手にして何度も何度も俺を切り裂き貫いた。かつて敵に振りかざされた技が忌まわしい肉体を刻んでいく。この血肉が崩れては癒えて復元していく様をただ見ていることしかできなかった。
そしてふとある声が聞こえてきた。なぜ陰月とあのような悪行を。分かっていた。お前は俺から答えを聞き出そうとしていたわけではないと。だからその眼差しを見た瞬間、俺は問いかけていた。何百何千と自問し、答えを得られなかった問いを。なぜ忌み者だけが幾度も繰り返しやり直せるのだ。どうして彼女のような人が死に、燃えて灰になり、忘れ去られねばならない。なぜだ。最後に俺の心臓を貫いた後、お前は俺と剣をあの枯れた塚に残して去っていった。奇妙なことに、この短く夢のような死の中で、俺の苦痛は少しだけ和らいだ気がした。杯を交わしていたあの日々のような。